いやー、暑いですね。もう夏ですね。夏ですね。夏ですね。ということで、はーい。あ、どうもどうもどうも。お名前は？あ、中村龍也と言います。あ、龍也くん。はい。はい。龍也くん、出身地は？出身は、日本の東京都ですね。あ、東京。はい、東京です。東京のおすすめは？東京のおすすめ、あー、いろいろおすすめあるんですけど、うん、まあ一つ挙げるとするならば浅草かなっていう。浅草ね。はい、浅草いいですね。浅草いいところです。なんかこう、なんかまあ観光客向けではあるんですけど、なんか日本のいいところが、うん、昔ながらのいいものがいっぱい集まってて、うんうん、すごい僕は好きですね。ああ、いいですね。はい、わかりました。じゃあ最後にあの日本文化について教えてください。日本文化について、うん、難しそうですね。日本文化はなんか、日本文化を知らない人には分かりにくい文化だと思うかもしれないけれど、一度慣れてしまえば、すごく居心地がいいものなので、なんかもっと知ってみてください。あ、例えば どんなことを知ってほしいですか？日本文化。そうですね。人と人との付き合い方みたいな部分を。なんか、まあ、こっちアメリカとか欧米だとやっぱり自分の言いたいことは全て言わないと伝わらない文化だから、日本に行っちゃうとなんか、なんか相手の気持ちを考えなければいけないのがすごく苦痛に思えるかもしれないんですけど、一度慣れてしまえば逆にその相手が自分のことを言わなくても分かってくれるっていうのがきっとすごく楽しいと思います。ああ、なるほど。それは違いね。そういう違いが、まあ、日本の文化として今思いつくので言ったらそうなるのかなっていう。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。